せろ。神の指先が生み出す不思議な世界は、見る者の心をつかみ決して離さない。魔術界の貴公子セロはその能力を見せつけるためストリートパフォーマンスを敢行。さあ、セロが巻き起こす超空間マジックの一部始終をお見せしよう。我々の常識を超えた驚きの現象がこれからあなたの目の前で繰り広げられる。そしてあなたは奇跡の目撃者となる。奇跡を操る男セロ、自らの能力を見せつけるべく今回もストリートでゲリラパフォーマンスを敢行。奇跡の舞台はセロのホームグラウンド渋谷ストリート。場所人道具を選ばずに街角で突然始まるのはセロのマジック。すると突然道行く女性から支援を借りたセロ。1000円一つ借りしていいですか。はい、じゃあこれ持ってください。はい、This is 福沢 夏目漱石を使った不思議のものをお見せします。 With this magic pen、ね、油性のマジックペンを取り出したセロ、すると千円札に何やら書き始めた。夏目漱石って目が悪かったの知ってます？知ってる人知らない。実はそういう噂があったんです、目が悪かったっていうの。今日はメガネを描きました。で、天気がいいので今日はちなみにサングラスまでも描いてしまおうと思います。気にくい変な手出してください。さらにセロは消すことのできない油性ペンを使ってなんと千円札にサングラスを描き出した。果たしてこの後どんな奇跡を見せようというのか。そういう感じですね。夏目漱石にサングラスを描きました。で、これは擦れない、取れない。それでは皆さん面白い現象を見せてあげます。 OK、 よく見ててください。セロの指先に注目。まるでセロが指先から放つ不思議なパワーに操られるように動くサングラス。しかしこれが油性ペンで書かれたことを思い出してほしい。ちょっと外してみてください。こすって取れますか？取れない。でもこのまま返したら怒られます。落書きは日本です。そう、今日はこのナプキンでこの落書きを拭き取ります。セロが強く念じると油性ペンで描いたサングラスがなんと一瞬で紙ナプキンに瞬間移動しているではないか。まさにテレポーテーション。スローモーションで見てもその仕掛けやトリックは全くわからない。これを奇跡と呼ばずに何と呼べばいいのだろうか。最後、ね、これをこのままナプキンを皆さんによく見てて。奇跡に遊び心を加えるのもセロ流のパフォーマンス。見ている人が幸せになる魔法をセロの手は生み出すのだ。Have a good day. Go on. 続いてやってきたのは夜のアミューズメントスポット。壊れた物質を復元する。常識を超えた現象にあなたは耐えられるか。神出鬼没なセロ、今自分がいる場所でパフォーマンスを披露するのが彼の流儀。彼らに微笑みかけ何やらドリンクコーナーまでやってきたセロ。すると彼はアイスコーヒーを注文した。
320円。じゃあ500円からお願いします。はい、ありがとう。はい、ね、あのこの100円玉今お釣りでもらったんだけど質問があります。100円玉って曲げたりしてできます？手で。できない。できないですよね。ちょっと面白いの見せてあげる。見てみて。あ、すごい。なんで？あ、すごい。なんで？なんと自らの歯で100円玉を噛み切ってみせたセロ。そして次の瞬間。え、すごい。一瞬にして100円玉は元通りに。我々の常識をはるかに超えた超マジックもセロにとっては些細な奇跡だという。セロの奇跡は見る者を幸せにする。奇跡を楽しむ男セロ。次々と起こるセロのストリートマジックに街中は熱狂の渦となる。セロがやってきたのはコンビニエンスストア。おもむろに段ボールを拾い上げると何やらメッセージを書き始めるセロ。セロに水とカップラーメンを与えればマジックを見せてくれるという。今度はどんな奇跡を披露するというのだろうか。積極的にアピールするセロの脇を通り過ぎていく人々。このままではいつまでたっても奇跡は見られない。そこでセロはあることを思いついた。そう、コンビニの店内にいる客に直接メッセージを見せるのだ。すると一組のカップルがセロに気づいた。 Hi, I'm Sero. Hi, I'm Sero. よろしく。じゃあ水とカップラーメン一つ買っていただいてよろしいですか？え、買ってくれるの？そう、please。そう、私、私が買ってくるの？そうそうそう。そしたらすごいの見せてあげます。買ってきた、見せてくれます。はい、すっごいの見せてあげる。セロの突然の要求に戸惑いながらも早速店内に戻り水とカップラーメンを買うカップル。ありがとう。セロは一体何を企んでいるのだろうか。そんなに買わなくてもよかったのに。え、こんなにいらないんですか？お水一つください、はい、最初に水が欲しいというセロ。一体何が始まるのか。のこの水をこれから一瞬にして全部消えます。消えたらすごいと思いません？すごい。え、ありえない。この状態で、この状態で。Here you go. One, two, three.飲んで、飲んじゃって、なくなった。飲んだらいいじゃん。それだけです。はい、終わりです。ここから本当のマジックをお見せします。OK、じゃあ皆さんにこの瓶を使って奇跡をお見せします。奇跡。皆さんよく見ててください。この状態で水が増えてきます。OK、いきますよ。よく見つって、ちょっと揺らすだけです。そうすると、ふぅー、本当だ。え？あ、増えてる。あ、増えてる。すげえ。あ、増えてる。増えてる。すげえ。もう一度見てみると、確かにペットボトルの底から水が湧き上がっているではないか。まさに物質再生現象。セロの巻き起こす驚愕の超空間マジックに辺りも騒然となった。うん、さらに強く念じるセロ。するとまた増えた。あ、増えてる。あ、増えてる。すげえ。すげえ。なんでなんで。この状態でキャップを閉めるとそのまんま。すごい。戻った。なんで？戻った。す
戻ったよ。ちなみにどうぞ一口ちょっと飲んでください。一口、怖いよ。飲めんの？飲んでみる。どうぞ飲んでください。普通の水ですか？普通。 No、 普通の水ではありません。 This is 魔法の水です。空だったはずのペットボトルの底からみるみるうちに湧き出る水、これを奇跡と呼ばずに何と呼べばいいのだろうか。しかしここからさらに驚愕のミラクルストーリーが始まる。ではですね、カップ麺買っていただいたのありますか？はい、どれがいいですか？これで。それ、OK。コンビニエンスストアで買ってきてもらったカップ麺の中から一つを選ばせ、彼女自身で開封させるセロ。お水だけではダメですか？お水はダメ。お水じゃ、うん、ダメですか？食べれない。食べれない。じゃあそれではこれから魔法の水を使って食べれるようにします。あ、そうか、これ魔法の水だ。 OK。 ちょっとこれ持っててくださいね。では手をちょっと両方下そういう風に持っていただいて、しっかりカップ麺を持ってください。こういう状態ですね。でこれからここにパワーを演じます。そしたら3分で出来上がるっていうのをやります。 OK。 ちょっと待ってくださいね。なんと先ほど湧き出した魔法の水を使ってこのカップ麺を3分で食べられる状態にするという。果たして本当にそんなことはできるのか。自らの両手に全身のパワーを集中させるセロ。それでは水を入れてください。いいの入れて。これはい、水全部入れて。水、はい、全部、はい、全部。果たしてセロは水を熱湯に変化させることができるのか。この状態で締める。何？なんか思って感じてきた？まだ感じない。そのまんま。再びパワーを送るセロ。熱くなってきた。熱くなってきた。そのまま手のひらが感じる異変に驚きを隠せない彼女。そしてこの後人々はセロの起こす想像もつかない奇跡に圧倒される。熱いですか？熱い熱い。どうぞ手を置いてください。熱い。どうぞどうぞ。すごいすごい。本当だ、熱い。さらに強く念じるセロ。そして3分後。割り箸入ってますか？もう間もなくですね。カップ麺から昇る湯気があなたには見えただろうか。余裕の笑みを見せ箸を割るセロ。カップ麺に入れたのは確かに冷たい水だったはず。すごいと思いません？すごいすごい、うん、すごい。 OK、 いただきます。じゃあシールをちょっと出して。食べれるの？おー、セロのパワーと魔法の水で作られたカップ麺。そこにはもう理屈は存在しない。え、ちゃんと食べれる。すごい、うん、カメラは見ていた。確かにこれはカップルがコンビニで購入し彼女が開封したカップ麺。セロはカップ麺には一切手を触れていない。つまりトリックを仕掛ける時間など存在しなかったことがお分かりいただけるだろうか。食べれる？すごい。うん。美味しい。はい。うん。Delicious。なんで？ありがとう。すごい。ますますヒートアップするセロの奇跡。しかしこれが白昼堂々、多くの人が見守る中で行われたことを忘れないでほしい。魔術界の貴公子セロ、彼の繊細な指先から生まれる奇跡に誰もが虜となる。神出鬼没のセロ、やってきたのはセレブの街銀座。ふらりと
一軒の高級ジュエリーブティックに入っていったセロ、一体何を企んでいるのか。ちょっと紹介していただけませんでしょうか。突然のセロの訪れに戸惑いと驚きを隠せない店内。いいですか。どうやらこのネックレスが気に入ったようである。単に買い物をしに来ただけなのか。続いて取り出したのはリング。次々とアクセサリーを物色するセロ、一体彼の目的は何なのか。 Oh, this is great. ぴったりです。こういうの探してたんです。そうですか。綺麗ですよね、これ。これは何か名前とかありますか。こちらはジュリエットという名前でございます。ジュリエット、はい、あのロミオ&ジュリエットのジュリエットですか。はい。 Now, perfect. と言いますと、例えば僕がロミオだとしましたら、はい、すいません。今日、すいません、ちょっとの間僕のジュリエットになっていただけますか。はい、いいですか。ああ、嬉しい。 Wow, beautiful. 完璧です。質問があるんですけど、指輪って普通こうやって外しますよね。はい。どうやって外しますか。ちょっと見せていただけますか。私がですか。はい、そうですよね、はい、で、ここから抜く以外にこの指を外す方法ありますか。ないですね。しかしセロは奇跡の力で指輪を貫通させ抜き取るという。手を出してください。そう、こういう感じに。先ほどショーケースから出したばかりのリングを店員の小指にはめるセロ。で、このリングが彼女の指を貫通するというのか。指輪をですね、ちょっとこうやってこすりますと、なんとだんだんと暖かくなってきます。そして浮いた感じしません？してきました。しますよね、はい、指先に神経を集中させ、一心にパワーを送るセロ。なんかそういう外れた感じしません？浮いてきましたね。さらに強くパワーを送るセロ。そしてそ指大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい。じゃあこの指輪をですね、固めます。どうぞ。すごい。スローモーションで見てもリングが指を貫通したように見える。一体セロは我々をどこまで驚かせれば気が済むのだろうか。指を貫通しました。ああ、そういう抜き方もありますね、はい、あります。さらにセロはリングを別の物質に変化させ、再びリングを復活させるという。店内にあったバラの花びらを1枚ちぎって持ってきたセロ。これを手の上にこうやって乗せます。見てください。どうぞ、いいですよ、ね、で、この指輪をですね、そのまま花びらの上に乗せます。この状態で手の中に押し込みます。見えますね。この状態で一瞬にして、なんとセロの手の中から現れたのは一つの卵。ではですね、すいません、こちらにハンカチをちょっと広げます。
ですか。ちょっと卵をここで割っていただけますか。あ、これをですか。はい、割ってください。この上で結構ですよ、はい、そうです。どうぞちょっと皮を剥いてください。卵の殻を剥くように促すセロ。一方 で、 そうです、この後起こる奇跡に期待と不安でいっぱいになり、思うように動かない店員の指先。殻を剥いた卵の中に新たな奇跡が待っているとでも言うのだろうか。どうぞ卵を半分に。あ、嘘。あじゃあもう一度それを半分に。黄身がないですよね、この中。あ、本当だ、黄身がない。それが指輪に変わります。一枚の花びらに包まれたリング、それをセロは一瞬のうちに卵に変化させ、さらにその中からリングを出現させた。これぞ魔術界の貴公子セロだからこそ見せるパフォーマンス。興奮冷めやらぬ店内、そこにセロが最後の奇跡を見せた。ジュリエットをこのカードで。ください、お願いします。はい、最後までスマートに振る舞い、エレガントに立ち去るのもセロ流の心遣い。何だったんでしょうね。びっくりした。神の手を持つセロ、場所、人、道具を選ばない超空間マジックに、あなたの頭はバースト寸前となる。次なるターゲットは恋人たちが語らうレストラン。レストランの中へと進むセロ、ここが奇跡のストーリーの舞台となる。What's your name? Oh, my name is Yoshi. Yoshi, nice to meet you. Nice to meet you. And you are? My name is Rumi. Rumi, beautiful name. 今日は2人、デートですか？デートです。デート、いいですね。それでは2人にはデートタイムのエンターテインメントをちょっとお送りします。いいですか？ Okay, perfect. Can I use your fork? ちょっとお借りしますね。セロはその場にあったフォークとナイフに触れることなく自由自在に操るという。ちょっと質問ありますけど、 Do you believe in miracles? あなたは奇跡信じますか？信じます。信じます。 Good. それでは2人に奇跡をお見せしたいと思います。ちょっとこのナイフもお借りします。まずはこのフォークとこのナイフは普通であることをちょっと確かめてください。奇跡を見せると豪語するセロ、フォークとナイフに何も仕掛けがないかチェックさせる。これは普通のナイフですね。何も怪しくないです。ルーム、このフォークも普通のフォークです。何も怪しくないです。 OK ですか？はい。このハンバーグ美味しそうですね。大好き。 Me too. OK. ちょっとすみません。おもむろにハンバーグを持ち上げ、普通のハンバーグであることを確認するセロ。 It smells delicious. このナイフをまずこの上に乗せます。で、この状態でこういう風に置きます。目の前で起こる奇跡の現象に声を失うカップル。別の角度から見てみても、セロがナイフに手を触れている様子はない。神の手を持つセロだからこそなせる技、もはや我々の理解と常識を超えている。
驚かないでください。しかしこれはほんの挨拶程度に過ぎない。これからが本当のソロの奇跡の始まりだった。マイクの上に置きます。再びフォークでナイフをハンバーグの上に立たせ、手を離し念じるセロ。すると来ててる。なんで、ではもう一度やります。切れ目が見えますね。切れ目見えますね。もっと深く入ります。まだまだ続くセロの奇跡。手を触れることなくナイフがハンバーグを切るという現実、にわかに信じられるだろうか。マジで切れてる。ヒートアップするセロの不思議なパワー、渾身の力を込めた次の瞬間。切れた。すげえ。こんなんだ。別の角度から見てみよう。確かにナイフには誰も触れていない。ところがセロがパワーを送った次の瞬間、ハンバーグは真っ二つに割れたのである。神の手を持ち物質を遠隔操作しているのか、それとも奇跡なのか。セロの底知れないパワーをまざまざと見せつけられた。なんで目の前で起こった信じがたい現象に、もはや頭はバースト寸前。ハンバーグが何も怪しくないことを見せると、セロは彼に食べるように勧めた。Good? Yoshi. Alright, Yoshi, Lumi, please. Enjoy the rest of your night. どうもありがとう。想像だにしなかった奇跡のプレゼント。そこに残されたのは不思議という感覚だけだった。誰も止めることができないセロのパフォーマンス。では、二人は奇跡と信じますか？Good. 信じないと捨てにくいんですよ。これからじゃあ、このパスタを使って奇跡を。俺があります。二人とも手をワンバンに出してください。こういう感じで、そうです。手をそのまま出して楽にしてください。このパスタ手の上に軽く乗せます。ちょっとそのまま持っていただけますか。ですいません、フォークをお借りします。で、これ何のパスタですか？フットネスカ。フットネスカ。はい。では、このフォークをこのフットネスカに真ん中あたりこうやって刺します。そうすると、不思議に指をそのままゆっくり外すと、フォークが浮きます。すごい。You like that?まあ、大体どのパスタでも、ま、真ん中を丸めて刺しますと大体立ちます。もっとすごいのを見せします。そのフォークに注目してください。よく見ててね。再びセロは不思議なパワーをフォークに送り始めた。その時誰も触れていないはずのフォークが勝手に回り始めたのだ。もはやその場にいた全員がセロの奇跡に舌を巻いた。セロの不思議なパワーに操られるように回り出したフォーク、これは神の手を持つセロだからこそなせる物質遠隔操作なのか、それとも奇跡なのか。こんなものでまだ驚かないでください。 OK?この状態でこのフォークをそのまんまこうやって置きます。まだまだ驚くのは早いというセロ。パスタにフォークを軽く巻きつけ、そのままフォークを寝かせた。全神経を指先に集中させ、渾身の力を込めて念じるセロ。すると次の瞬間、すごい、見てる。なんで
見えないセロのパワーに導かれ持ち上がっていくパスタ。すごい。ごめん。まだ。味見してください。うん、美味しいですか。さっきの子、なんでもない。すごい。 Thank you very much。 最後までセロが呼び起こす奇跡、もう誰も彼を止めることはできない。特殊メイクでセロがおじいちゃんに大変身。いたずら大好きのセロが町に取り出せばたちまち大パニックの予感。果たしてセロおじいちゃんはどんないたずらを仕掛けてくるかな。完成。いたずら大好きセロおじいちゃん、今回やってきたのは日曜日の遊園地。ここでどんないたずらを見せてくれるのか。愛想を振りまきながら人がたくさんいるところでまずは小手調べ。おっと危ないよおじいちゃん。いつにも増して倒れてます。このお姉さん本気で驚いちゃったみたい。セロおじいちゃんのいたずら大成功。さてさて次はどんないたずらをするつもり。みんな何者、何一番面白いですか。はい、じゃあわし耳遠いので大きい声でお願いします。あ、おいしいですか、聞いてます。あ、どうしちゃったのおじいちゃん、いいですか、風邪ひいちゃったかな。すいませんすいません。あれ、驚かせすぎちゃったかな。セロおじいちゃんまたもや大成功。どっぷり日も暮れてきた遊園地。セロおじいちゃん今度はピエロのショーを見学しに来た様子。ピエロさんから風船をもらうと、まるでメアリー・ポピンズのように空を舞うセロおじいちゃん。その時、なんとセロおじいちゃん空中から真っ逆さま。おじいちゃん大丈夫？みんなおじいちゃんを心配して集まってきました。もちろんおじいちゃんはみんなをびっくりさせただけ。
皆さんの街にもセロおじいちゃんがひょっこり現れるかもしれませんよ。セロを取り続けたテープは300本を超える。しかしこれまでご覧いただいたのはほんの一部にしか過ぎない。その未公開 VTR が今明かされる。セロが奇跡の舞台に選んだのはなんと走行中の新幹線。そこに偶然居合わせたのは修学旅行中の学生たち。どこから来たの？青森からです。青森ちょっと待って。ちょっとこのお茶ちょっともらっていい？ちょっともらいます。紙コップちょっと持って、これも持って。じゃあお茶をやめてやめて、ちょっと手伸ばしてこぼれないように。でこっちの、オーライ。What's your name? Otani. Cool. Otani. 好きなコップ一つ持ち上げて。それ？じゃあこれもらいます。これからこのコップを頭の上に乗せて。Yes. そしたら、Otani のティーと僕のティーを今から消します。消す。まずは、Otani のお茶は消えるためには僕が一瞬回らなければ消えません。そして僕のお茶が消えるためには大谷のが一回転回らなければ消えません。 OK? じゃあゆっくり大谷左回り回って、ゆっくり左回りゆっくり OK? じゃあまずは僕から消していきます。Everybody, とても不思議よ。Okay? Here goes. One, two, three. Yeah! まだ大谷のコップ重いよね。入ってるね。じゃあ今度僕が一回転回ります。それだけ。大谷、コップ持ち上げて、自分の頭の上で、こうやってください。はい、どうぞどうぞ、自分の頭の上。大丈夫大丈夫。One, two, three, go! もう一度見てみよう。セロは彼らが持っていた紅茶と紙コップをそのまま使っている。仕掛けをすることは不可能にも思えるのだが。Hey, how's it going?ちょっと待ってください、一回。ちょっと外してください。外すの？いや、そう。大丈夫。わお、クール。クール。OK、ユースケ。ここをちょっと持って、こことここ。このジャケットのこの辺って穴とかないですよね。ない、うん、じゃあこれ見てください。はい、マスクこれは、はい、これからここに穴を切る、はい、そのままだ剥がしすぎたら、うわ、危ねえ。手品が、okay、これね、ちょっともうちょっとジャケット自分より、はい、okay、みんなが見えるように、okay? Beautiful。 ちょっとこれ新聞も持って、はい、これ、そうそうそう、はい、Here goes。 One, two、 すっげえ、え、なんだ、うわ、刺さってる、刺さってるよ、刺さってる、刺さってる、刺さってる、ちょっと見て見て、あれ、なんで刺さってます、うわ、あ、脱いじゃった、マジかよ、ごめんなさい、私買わなきゃいけねえよ、うわ、出ちゃっちゃった、え、マジで、あれっすマジで、レスケどんまい、また、え、方言わからない、もう一度、レスケどんまいっていうのは、どんまいっていうのは
励まし。ああ、OK。さあ、じゃあジャケット持ってください。はい。Okay? ちょっとこれからこれと。うん、両方持って。はい。で、この服をちょっと見て、穴あるか。あ、そう。ねえしよ。すげえ。はい。おぉ。ユースケ、You're wonderful。ありがとう。Yes, あります、うん、もちろんアメリカだけに行った時にはやっぱり周りの影響しか、受け取ることしかできなかったんですけど、やっぱりいろんなところに回りますと、あ、こういうやり方もあるんだ、こういう見せ方もあるんだ、考え方がとても大きくなりますね、うん、はい、一つの方向でなくていろんな方向があるんだねっていうのが分かります、うん、例えばショーマンシップとか、どうやって、人の心をつかむとか、つかみ方もいろいろありますし、うん、ショーマンシップとか人の心の受け取り方ではなければ、例えばその、演技について、例えばよくあるパターンなんですけど、マジシャンがカード出すの見たことあります？こうやって。ああ、あります、あります、はい、こうやって1枚ずつほってこう出しますよね、カードを。そして最後にこんなようなカード出てきますよね、はいはいはい、こういうのではなく、なぜカード出すのっていうことを考え始めました。カード出してもこれあんまり意味がないです。はい、カード出すんではなく、例えばお札、もうこっちの方が面白くないですか？こっちの方、例えば1枚から2枚になるとか、2枚から3枚になるとか、3枚から4枚になるとか、うん、こっちの方が面白くないですか？カードいっぱい出すよりは。やってるものに意味をつけたくなってしまいました。それはマジックだけではなく、やっぱりどの世界でも、なぜハトが出てくる、なぜハンカチが出てくる、なぜお金が増える、ただお金を増やすだけじゃなく、ストーリー、やっぱりマジックって皆さんを違う世界に連れていくことなので、感動と夢の幻想的な世界に連れていくことなので、そのストーリーを、作ってあげたい、そのアトモスフィア、雰囲気を作ってあげたい、それには意味付けもとっても大切だと思ってます、うん、それがインターナショナル、世界回り始めて感じたことです。トランプをこうやって目の前に広げても、こうやって10万円広げたら絶対に笑いますから。ニコニコする人間は、うん、確かにそうですよね、絶対ニコニコ笑います。この違いです。うん、24時間突然出てきますね、毎日、うん、決めて、例えば今日はスタジオに入って机の上に座ってこれから考えるっていうのはないです。もう普通のように毎日生活をしてて、そういうところで突然発想が出てくるんです、うん、例えばこれでも今のインタビューのやってる最中でもさっきちょっとした発想がありました、うん、それは内緒、それは、次の番組までの楽しみにしてくださいあ、もうありすぎてどっから始まったらいいかわからない。例えば皆さんが分かる、ペットボトルを、空っぽのペットボトルが水増えていくの、うん、覚えてますよね。はい、すごかった、あれはある日自動販売機とかコンビニがない場所にいて、してペットボトルの水がなくなってしまったんですよ。はいはい、普通に、はい、そう、普通に考えてしまいました。はあ、増やせられたらいいのにな。そっから始まってそういう演技ができたんです。
ところがこれがあのよくね今の時代マジック道具とかいっぱいありますので本当に何も種も仕掛けがないっていうふうにあの分かっていただくためにはやっぱり普通のコンビニとかで、売ってるようなものを借りてそれでやったんです、うん、友達僕のマジックいつも見てる友達、うん、彼たちが喜ばなかったら一般の人たち喜ばないと思ってます。あ、普通の目よりもうちょっと厳しい目で見るから僕の友達を納得させるのは難しいです、うん、マジックは失敗が多いです。そして100失敗した中の1個が成功してくれればもう大成功だと思ってます。それはセロが自分のパフォーマンスに厳しいからじゃないんですか。うん、そうね、あの世の中もうマジックブームになってますから普通の目の見る人普通の目で見るマジックはかなり大きくなってるのでそれを乗り越えなくちゃいけないと思ってるからその分あのちょっと厳しく自分で本当にびっくりさせるのをやらないといけないと思ってます。よく世界中回るときに買い物するのも好きなので、うん、あの突然窓のウィンドウディスプレイにちょっと変わったシャツがあるなと思ったら入ってして何個か違うスタイルのシャツ揃えたりしますけど、あの今回あの DVD で見るマジックの中でも半袖よく使ってるのはあの袖でなんか仕掛けたりしてないかってよく言われるので、うん、あのそういうのを使ってないよっていうのを見せるために選んだ、あの袖ないシャツとかタンクトップ使ったりあの使ってます。あの僕なんか あの見た目で言うとちょっとエスニック調の T シャツとか好きなのかなと思うけどそんなことはない。うん、好きです。あの今アメリカではすごいジャパンブームになってるんです。日本のブーム、うん、日本の味がとっても今アメリカで人気出てるんですね、はい、なんかよくある日本の着物で作った男のシャツとか、はい、プリントもちょっと日本の、味がついたものがすごい今人気出てますアメリカで。そういうのをつけてますけど日本に来て着るとちょっとおかしいって言われるのがよくあるんですけどね例えばこの間オランダに行って、普通に道場で歩いていたらあっって窓のとこ止まってこれ何か面白い使えるかもしれないっていうのがあったらもうその場でゲットして、うん、もしかしたらすぐ思いつくかもしれないしもしかしたら家の中の倉庫に何年か眠ってしまうことも多いんですけどでもそのうち何かが出てきます。そういうのが多いです。世界中を回ってあのいろんなものを見てるマジック以外のものも見てる、うん、やっぱりアイデアはマジックの世界だけではもうその世界のものしか生まれないのでそれ以上のところを見なくちゃいけないです。例えば最近で言えばバンジーをやったりバンジージャンプをね挑戦してやってみたりそれがあのマジックにつながる。そう、あの何でも普通に楽しく生きていくことですね。それが一番のアイデアのガソリンだと思ってます。なるほど。まずは自分の国ですね、アメリカ、うん、じゃあそこで次何を見あのそのファンの子を連れてって見せてあげてどんな食事をセロだったらするんだろう。まずはカリフォルニアライフスタイルかな、うん、ライフスタイルを見せてあげますね。日本とちょっと違いますねライフスタイルはアメリカ、はい、特にカリフォルニアもうちょっとのんびりしててそうね海に連れて行ったりその買い物でもやっぱり日本の観光客が行くようなところじゃなく地元が行くような面白いショッピングエリアとか、はい、あとちょっと変わってるレストランとか、うん、
例えば寿司屋に連れて行くんだったら普通の寿司屋じゃなくてディスコ寿司っていうのがあるんですよ本当ですか？本当ですよ。あとなんかローラースケートをつけたウェットレスが寿司を運んできてくれたりね。あの面白いアメリカなんかちょっと変わったテーマのところがいっぱいありますので、あの観光客が知らないところがまだまだいっぱいあります、うん、そこにエスコートする、そういうところにエスコートします、うん、音楽ですか？はい、全部聴いてます。あのこだわらないです。こういう種類の音楽っていうにはこだわらないです、音楽が僕の、マジックのインスパレーションのベースになることも多いので、うん、あの音楽を聴いた上で気持ちが動きますよね、人間って、はい、その気持ちってすごい大切にしてるんです僕、はい、その気持ちから発想される演技っていうのはいっぱいあるので、あの何でも聞いてます。なるほど。シーフードが多いですね。シーフードが多い。シーフード毎朝は水に半分のレモンを絞りたてをの水にちょっとケイエンペッパー、ケイアンペッパーって日本語分かる？ケイアンペッパーっていうのをちょっと入れて毎朝飲んでるんです。でその後にブレックファストはやっぱり卵と、バナナ豆乳シェイクとか、そういうのをもう基本的にはすごいヘルシーで食べてます。スノーボード、スノーボード昔やってたんですけど、スキーもやりましたしスノーボードもやったんですけど、もう8年ぐらい行ってないです。でまたやりたいです。好きです。自然の中にいるのもすごい好きなので、自然プラススポーツ運動になるものはもう大好きです。じゃあ今年の挑戦はスノーボード絶対ですね。 Now?この部屋は結構空っぽなんですけど、誰かタバコを吸う人いますか？タバコあります？うん、あ、じゃあ1本ください。 Thank you。 じゃあこのタバコを1つ使ったマジックです。1本。真ん中。One, two. ほう。どうですか？すごいです。消えたり出たり。そうですね、このタバコのマジック始めた時はもう本当一つしか知らなかったですからね。多分皆さんも一つぐらい知ってますよね、はい、タバコが消えるぐらいのマジック。
それが何年も何年も、いろんな新しい技ができて今みたいのパフォーマンスの一つにまとまったんですね、はい、で今のマジックをさらに次のレベルに持っていくためにはやっぱり僕が、舞台でストーリーを作って、そのマジックに合わせること、例えば今の時代は、タバコを捨てないこと、捨てない捨てないこと、うん、はい、でそれをプロモーションするのにそのストーリー性でこの今のマジックを作るとか、はい、そういうふうに進化させる、うん、意味付けをつけます、うん、なるほど。 Or no smoking とか、はい、今アメリカではあの禁煙と人にスモーキングを控えさせる目標があるので、実際にタバコを吸わないであの何かそういうストーリーに持っていかせることかな。うん、なるほどね。うん、まだまだあの僕のマジック全部見せてないので、あの今までやってきたのをまだ続けて皆さんに日本全国世界にも、見せていきたいと思ってるんですけど、これからの時代っていうのは多分いろんなことを混ぜたパフォーマンスになると思う、うん、例えばマジックだけではなくマジックプラス、一緒に何か合わせる、例えばこの間やったバンジーと合わせていくとかっていう、そういうこと？そうですね、もうカード1本引いてはいこれですっていう時代は、もう終わったと思うので、いかにもどうやって面白く楽しく一つの演技を見せていくかっていうのがこれからの時代になると思います。それがカードマジックであろうがお金を使ったマジックであろうが舞台でやったものにしても、あの本当に、人の目が超えてきてるから、うん、それに合わせて僕たちもパフォーマーとして皆さんと同じレベルになっていかなくちゃいけないと思います。そのために僕も世界回ってまだ日本見たことないものをやっぱり世界で学んで日本に見せていきたいと思います。日本のマジックのレベルをまだまだこれからだと思ってますので、まだまだあの見たことないスタイルを日本に、お見せしていきたいと思っています、うん、例えばあの第2弾の時の後に、銀行に行ったんですね、はい、そしてちょっとあの振り込みを急がなくちゃいけない用事があって、自転車で行ってしまいました。寝起きのまんまで、はい、お帽子をつけてサンダルをつけて、はい、ちょっとね急いで行ったので、ところで銀行並んで行ったところ気づかれてしまったんですね。それは嬉しいんですけど、あの銀行から出て行こうと思った瞬間に 5,6 人ぐらい後ろからついてきて、そして写真撮ってくださいとかすごい寝起きの状態でね、あのすごいかっこ悪い格好をしてたのでちょっと恥ずかしかったんですけど、あみんな入るのを待ってたんですね、はいはい、帰るまで、うん、なかなか帰ってくれなくてどうしようどうしよう、まあしょうがないわって言ってそのまんまそこに友達からお借りしてたすごいあのなんていう自転車、オバタリアン自転車っていうのを借りたんですけど、それに乗ってあの帰っていった姿はちょっと恥ずかしかったかな。皆さん、僕の日本語は 100% ではないんですけどよく間違えますが、これから日本でずっと長く皆さんにマジックを見せていきたいと思いますので、永遠に僕の応援を一つよろしくお願いします。いつまでも Believe 信じててください。